ラック&デイコのカップルチャンネルです。バリー、今日の企画、彼女がもし高熱を出したら彼氏はどういう行動を取るのか、ドッキリ。それじゃあやっていきましょう。レッツビー。はい、じゃあここに監視カメラセットしたんで、ドッキリ仕掛けていきたいと思います。風邪なんてね、寝てれば治るから。ひどい。ちょっと皆さん、今の見ました？タッカーひどくないですか？まあタッカーはね、ちょっとツンデレな部分があるから、もうちょっと様子見ていきましょうか。よし、タッカー、1枚あれば、そんないらないよ、タッカー、そんないらないって。1枚あれば十分だから、はい、そんな、重たい、重たい。熱あんの？あるわよ。何度？52度あるの。ちょっと下がったね。下がってない。さっき30、54度って言ってたじゃん。言ってない、言ってない、重たい、やげて。おー、1枚でいいの？ゆっくり寝て直してね。うざい。ちょっと皆さん、今見ました？完全に私今遊んでましたよね。ちょっと次は関節が痛いふりしてやり返していきたいと思います。痛い、関節で、タッカー、関節が痛い、タッカー、痛い、体痛い。そんな痛いの？マジでやばい。大丈夫？うん、いや、マジでやばい。でも朝筋トレしてなかった？でも今日ベンチプレス120キロしか上がんなかったの。ああ、大根にしては全然上がってないね。やばいでしょ。なんかこの体勢ちょっと辛いからさ、他の楽な体勢探そう。じゃあソファーじゃなくて床で寝たら。うん、ちょっと寝てみる。うん、はい。うん、よしよし。いやー、お返しよ、お返し。ごめん、タッカー、力んだら出ちゃった。タッカー、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 はっ、私のうんこが臭すぎて死んじゃったの？バリゴリ。楽しい歌、悲しい歌。大丈夫？いや、もうマジでヤバい。でも朝筋トレしてなかったの？でも今日ベンチプレス120キロしか上がんなかったの。ああ、大根にしては全然。声どうした？やめてまして。変なツボ入った。そんな面白い。始まった。いや、なんか声がガラガラすぎて。でもなんか、ごめん、急にツボが入った。タカ、タカ、あたしのうんこが臭すぎて死んじゃったの？ブリゴリ。声汚すぎだしね。風邪なんてね、寝てれば治るから。ひどい。え、なんかあったの？どうしたの？ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ。この家にティッシュは存在しません。キッチンペーパー。さ、もうしばらく大根切れないよ。
洗濯しないさすがに洗濯しない明日休みだから確かにくっさんばー